すべすべチャンネルいい始まりましたということでですね、今ちょうど NHK 杯を見終わりました。だから今回のその大会の見どころとしては、やっぱその宇野選手、坂本選手、まずはもう優勝おめでとうございますというところと、あとやっぱペアでね、あのメダルを取ったっていうところと、まあ、アメリカ大会でもねメダルは取ってたんですけど、ファイナルは決まったのかな、木花さんと三浦さんは。でももうすごくこういいところにいて、プラスやっぱその大ちゃん、かなちゃんと、あと小松原さんのところね、この戦いとかすごくこう見どころがいっぱいな大会だったんで、ちょっとそれについてねお話ししていきたいと思います。やっぱあの2人とももう優勝できるぞっていうポジションにいて、こう勝てるっていうところで、ね、しっかり勝ちに行くっていうのが素晴らしいね。まず翔真くん、あのアメリカ大会からすごく良くなったと思ったのは、なんかもうジャンプ変わったっていう感じがしたな。そう、それぐらいこうジャンプの印象がすごくガラッと変わって、その良くなったポイントとしては、やっぱりその軽く飛んでるっていうとこと、その空中に上がってからの軸のまとまり、この早く回転軸を出して着氷するまでの一連の動作がアメリカ大会よりもすごく無駄なくできてるから、本人ももう、あ、もう飛べますみたいな感じで、ショート102点っていうね、すごくこういい点数が出て、だから翔真くんのジャンプだと、その高さと距離がいいっていうところと1個、あと開始から終了まで無駄な力なんで、まあ、エフォートレスなジャンプですよね。あと踏み切りおよび着氷がいいってことの、このまま3つは満たせてますよっていうのがジャッジの評価になってるので、この3つを満たせれば、そのプラス4プラス5っていうところはもらえると思うんです。特にその踏み切りから着氷までの体の姿勢がめっちゃ綺麗に決まればプラス4とかもらえるんじゃないかなっていう感じがするけど、まあ翔真くんの4回転に関しては出来栄えとしてはもう十分あの高い評価もらってるので、それをこうコンスタントに決めていくっていうところがポイントで、でも今回フリーでも4本飛んで187点、もうフリップがだからダブルになっちゃったんで、まあ出来栄えとか入れたら、まあ、ここで10点近くは、まあ、失ってる形になってくるので、まあ、200点は5本飛べばきっちり入ってくる点数にはなってると思います。だからまだまだ全然伸びしろがあるのでね、次大阪のファイナルがすごく楽しみだなと思いました。ただ一個思ったのが、最後のステップのところの加点が欲しかったな。いやすごいね、最後のステップね、めっちゃ好きなんですよ。だからもっと点数ちょうだいと思って、後半やっぱあれだけ疲れてくる中で、最後、ま、の要素がステップで、かつあれだけ動いて音を感じながらできるっていうのは、やっぱりさすが翔真くんうまいなっていう動きやったかな。それはだからもっと評価されてほしいなって思ってます。ただでも今回はね、もっと素晴らしかったので、次のファイナルも期待したいなと思います。で、次が女子の坂本花織ちゃんなんですけど、ロシアのねトゥルソワと、あと日本の木平さんで、6分間練習中にね、ショートプログラムのウサチワ選手が怪我っていうことで棄権っていう形に、まあ、なって、本当にこう表彰台を争うような選手たちが大会に参加することができなくなったっていう中で、優勝候補として坂本花織ちゃんも優勝できるだろうということで、やっぱりもうみんなの期待もあったと思うし、自分もやっぱここで勝っとかないとっていう気持ちもあって、やっぱそれをしっかり、なんていうんだ、まあ細かいね、もちろんミスはあったのかもしれないけど、しっかりショートとフリー合わせられるっていうのはやっぱ素晴らしいね。まあ、ジャンプ技術とかももちろん素晴らしいんだと思うんだけど、やっぱその精神力すごいなって思った。それが、まあ、やっぱだからこそ彼女がこうトップで戦えるんだなっていうところと、このオリンピックにかける思いっていうのがすごく伝わってきたなっていう感じがしましたね。特に彼女のそのジャンプの中でショートフリーでわーっと思ったのが、フリーの後半のトリプルフリップトリプルトーループ、多分昨シーズンは後半に3回転3回転っていうのは入れてなかったし、ショートもまあ同じくその 1.1 倍のところで3回転3回転っていうのを持ってきてなかったんだけど、そこでやっぱあれだけのクオリティで決め
られるその凄さ、やっぱ後半に来れば来るほどスピードキープするのもすごく大変やし疲れるし、そこはねもう練習と根性でなんとかっていう感じなんだけど、それをやっぱりしっかりその試合で見せれる強さ、彼女のジャンプってなんかこうジャンプ飛んでるっていうのもすごくこう訴えかけてくるものがあるなっていうふうに感じてて、かおりちゃんの場合はトリプルアクセルとか4回転ない分やっぱこのジャンプの出来栄え点でいかに伸ばせるかっていうところだと思うので、どん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 ね、こう振り付けさんと一緒に、難しいプログラム難しいんだけど、それをさらにこう完成度を高めていけば本人としても150点この構成のプログラムでは出るっていうのは分かってると思うので、やっぱ目指すはそこをコンスタントにやっぱやっていくっていうのが目標なのかなっていうふうに感じるんですけど、だからその3と4の違いって本当に微妙で、そのレベル4を取るためにその複雑なステップ の組み合わせっていうのがあるんですけど、1個でもやっぱりちょっとエッジが甘かったりだとかするとやっぱ途端にレベル3になってしまうから、やっぱしっかりこうエッジに乗って滑ってないとレベル4っていうのはね今取るの難しいかなっていう感じがしますね。そしてアイスダンスね、大ちゃんとかなちゃん、いやすごい良かった。僕は5月に一緒にアイスショーにも出させてもらって、その時からやっぱ体すごいムキムキやなっていうのと、2人のそのユニゾンの良さっていうのが昨シーズンからすごく上がってるなって、もう5月の時点でやっぱり感じてたから、まあ、そこからやっぱりその半年間試合もしつつ練習もしっかりこう踏みつつ見た時に、あもうなんか大ちゃんはもうアイスダンサーになられもうてんなっていう感じの、もうジャンプ飛ばへんのかなってなんかちょっと寂しくね、なる気持ちもあったんですけど、それぐらいもうなんかそのダンサーとしての風格というか、あとはその2人で一つのものを作っていくってところの一体感っていう部分、まあ、距離とかはねまだもっと詰めれる部分はもしかしたらあるのかもしれないんだけど、アイスダンスならではのそのアイスダンスのねスピンだったりリフトだったり、そういうところがやっぱりグッて伸びてきてたから、点数もやっぱ出るのかなと。もともとのねそのまあサイドバイサイドみたいにこうシングルの片足で踏んだりとかツイズルとかっていうのはもともとやっぱり2人とも素晴らしいものを持ってるので、アイスダンスのとしての技っていうところにさらに磨きがかかってやっぱ素晴らしいなって思いましたね。そしてペアは木原くんと三浦さんかがメダルを取って、すごいですよね。なんかカップル競技もアイスダンスもペアもなんかどん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 日本もね進出してって、それでスケート人口も増えてくれたらいいなと思うんですけど、まあねやっぱ教えられるコーチとやっぱ練習環境がねカップル競技はなかなか作り出すのが難しいから、海外のやっぱペアのコーチ、アイスダンスのコーチ、日本住みませんかっていうね、なんとか誘致してねやってったら面白いのかなっていう。コーチもいろんなパターンがいて、そのちっちゃい時から育成するのがねこう得意な方と、大きくなってからトータルでこう見られるのが得意な先生もいるので、いろんな先生がね来てくれたら嬉しいなとは思います。今回は本当にこう日本人選手の活躍が目覚ましく、正直やっぱりねその羽生くんのとか木原さんとかの怪我も残念で見たかったなっていう思いはあるんですけど、でもそれでも会場にもねたくさんのお客さん来られてましたから、すごくこういいものが、ね、来た方は見入れたんじゃないかなと思うし、やっぱ僕も定期的にねやっぱスケートは生で見たいなっていうね、やっぱ生でね見ると面白いですからね、スケートは。以上です、ありがとうございました。